マーシャルの奇跡は2006年のアメリカ合衆国のドラマ映画。監督はマック・ジー、出演はマシュー・マコノヒーとマシュー・フォックスなど。1970年11月に起きたサザン航空932便墜落事故で選手とコーチの大半を失ったマーシャル大学アメフト部の復活の実話に基づいている。日本では劇場未公開だが、 2008年6月11日に、マシューマコの日マーシャルの奇跡のタイトルで DVD が発売された。ウェストバージニア州ハンティントンのマーシャル大学アメフト部は、全米有数の競合チームとして市民から深く愛されていたが、遠征先のノースカロライナから帰る飛行機が墜落し、選手やコーチなど合わせて75名が亡くなる。大学はアメフト部の活動を停止しようとするが、 残された部員たちの声かけにより、学生らが反対を表明。学長もチーム復活に向けて動き出すことになる。ところが、選手は愚か、コーチも見つからず、チーム復活は難航を極めるが、そこに他大学でコーチを務めているジャック・レンゲルが名乗りを上げる。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、マシューマコの日は、マーシャルの奇跡を、 エンドゾーンまで牽引していると言えるが、本作がベースポーツ界における歴史的な出来事を追悼するに、しては安易で心地いいだけのルートを取ってしまっているのを止められていない。であり、126件の評論のうち高評価は48%に当たる61件で、平均点は10点満点中5.79点となっている。メタクレティックによれば、十一件の評論のうち、 高評価は13件、賛否混在は14件、低評価は4件で、平均点は100点満点中53点となっている。ありがとうございます。